ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今日はサナパチャンネルとのコラボになります。よろしくお願いします。いつから YouTube 始めたんだっけ？5月。5月から始めて半年経ってないかなぐらいですね、はい、どうですか YouTube は？あ、なんか楽しいです楽しい、はい、なんかハッピーをもらってます。ありがとうございますだそうです。今日はサナパとラウンド対決していきたいと思います、はいはい、チェケラーの方では3ホール予定してます。こちらはワンウェイゴルフクラブです。はい。ここ回ったことありますか？あります。あります。あります。いっぱい？いっぱいということは不利ですね。でも私も1回回ったことあるのでちょっと思い出しながらやっていきたいと思います。はい、それではやってみましょう。チェケラーじゃあ順番決めます、はい、これあんまやったことないんだけど。あ、これはサナパ。これあの右もしゃもしゃちょっとうざいんで。あ、そうだね。バンカー右がいいです。練習週3でやって手首壊れてるらしいよろしくお願いします。お願いします。お、あ、あ、木もさ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 の方だ。あ、でも平気。あー平気危ない危ないよし、お願いします。お願いします。なんか音って言ったナイスショー。ありがとう。フェアマンだ。フェアマン。オッケー。まあまあじゃないでしょうか。なんかテンション。サナパとは1年ぶりなのでもう会うのすら久しぶりなんですけど。確かに。え、サナパどこ？サナパ終わったっす。終わった。え、ね、めっちゃ飛ぶじゃん。終わったっすね。ドラコン対決しようと思ってるのにさ、もう負けてる感じゃん。当たり悪くて右に吹かしてあそこだから75。やばい。やっ、あ、あ、あ、耐えた耐えた。だ、止まった。直帰かったかも。ライン出てたけどな。でもサナパピンチだね。え、やばい、終わったっ、ね、かっこいい木もさあ、あ、でももうしょうがないよなしょうがないよね。いいんじゃない。まあまあまあしょうがないですね、うん。でかい。あー、ちょっと大きいでかいよ。お、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 ナイス。はい、ありがとうございます。あー、ねえ、やった。ねえ、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 上手すぎるんだけどもうさ、私さ、ちょっとワンチャン勝てたんじゃないって思ったんだ。こんな長いの入るラッキー、ラッキー。え、プレッシャーなんだけどさすが、ナイスパーナイスパー怖い。はい、一ホール目はパーパーでとりあえず分けです。でもやっぱサナパがあんなに長いパーパット決めてガッツパーやってたんでちょっとしびれちゃいましたけど、なんとかなんとかパーセーブできましたでも平気。ああ、平気平気。なんかさ、人のさ見るとさ、やっぱ私の多分高く上がりすぎなのかなとかいろんな不安が出てきちゃって私ラン無だからさ。おー、ナイスショー。曲がんないですね、いつも。ねえ、やったやった。まだまだだよ。もうドラコン対決とか言ってる場合じゃない。もうさあ
はい。あ、めっちゃいいとこ。ありがとうございます。ナイスショー。あれ、見えなくなっちゃった。うまい。週3練習してるだけあるね。寄せ勝負ですね。64。ない、ダウン、ストップ。うん、ナイス。 ありがとうございます。51でした。うわね、ギリギリで。あ、もうちょっとです、ね、勇気あるね。あんなギリナイス。ありがとうございます。フォロー乗っちゃったんですかね、ゆきのさんのやつ。あ、いや、でも私的にあれぐらいできればもう上出来です。ん、え、ねえねえねえ、あ、ねえねえねえ。ねえ、やっぱりちょっと外しすぎたよね。いや、OK ですけどね。あ、OK でいいですよ、ゆきのさん。え、これが、いや、入るでしょ。じゃあありがとうございます。これ決めたらかっこいいじゃないですか、だってさあね。いやー、オッケー。ナイスパー。かっこ悪い。ありがとうございます。よかった、さっきのオッケーで。なんとか食らいついてます。2ホール終わってなんとか分けてます。最終ホール、なんとショートホールなんです。最後にショートホール146ヤードのフォロー、ここで決着が決まるのでしょうか。あー、噛んだ。でもなんかちょうど良さそうじゃない、噛んで転がって。お、いいねえ。ナイスオン。噛んじゃった。ね、うまいよね。うまめ。お、いい音。ナイスオン。おー、ありがとう。あー、ダメだー。 OK だ。 OK、 ナイスパー。さらりと OK 言われてもた。ありがとう。はい、弱い。もう、ナイスパー。ありがとうございます。同点なんで、はい、あのよくあるサドンデスでここからっていう、いや、エギー、エギー指示があったんで、ここから行きましょうか。え、順番どうします。じゃんけん、じゃんけんだよね、あれ。よし、はい、最初はグーね。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、私かな。あ、どっちがいい。いや、じゃあ先に。え、先どうぞ。先に、なんか緊張、寄せられたら緊張しちゃうんで。え、先だって、ラッキー。いやー、これ難しいな。いや、こうなっちゃうよ。ぼちぼちじゃないですか。もうとにかく、あのバンカーを越えさえすればいいと思って。あ、いや、音？あ、音？え、どっち？同じぐらいだね。いや、結構同じじゃないか。結構同じじゃない？あ、全然サナパンが近いじゃん。まあ、負けだわ。なんとか頑張ってきたのに。すごい接戦だけど。ね、こんぐらい私の方が遠い。ですね。ありがとうございました。じゃあ私の負けっていうことで。やっぱり常にサナパが今までラウンドしてても一歩先を行ってたから、飛距離もそうだし、乗ってもサナパの方が常に近いし、やっぱちょっとそこで見えてたんですけど、負けということです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ続きはサナパのチャンネルでラウンド対決、ラウンド対決じゃないや、何やるんでしたっけ。スクランブルかな。サナパのチャンネルではスクランブルをやっていきたいと思います。
そちらもどうぞ見てください。お願いします。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。さなぱチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。それではチェケラー。